顔料は、中国語漢字代末期の武将。炎章敗下。工辞儀中殺後から文集と共に徐々に頭角を表し、剣案四年頃には、共に炎章軍の章帥として知られるようになり、曹操敗下であった後う,うにも、炎章軍の優勝の筆頭として、名前を挙げられている。剣案五年、それまで睨み合っていた炎章、曹操が、ついに対決した。 海戦に際し、祖寿が、元料は、辺境なので単独で任用してはいけませんと言めた。炎章はそれを聞き、白髪を守る曹操軍の流炎を、隠図、順受け、元料に攻撃させた。これに対して、曹操は、順勇の検索に従い、右近と学進を派遣して、炎章軍の背後をつく動きを見せつつ、 衝突してくる顔料が孤立したところを叩く作戦に出た。この作戦は的中し、背後に気づいた角図と順受けが反応して引き返す中、顔料だけは判断を誤り貨幣で白髪の戦場に踏みとどまってしまった。手薄となった顔料体に対し、曹操は長領と当時確証となっていた関羽に命じて直ちに攻撃させた。 元領を見た関羽は、敵軍の中にただ一機で分け入り、元領を刺し殺しその首を持ち帰った。ほどなく、文秀も撃たれ、炎将軍では立て続けに、名だたる将軍の二人も失ったため、一方ならぬ恐怖を抱いたという。曹操軍の純位は、上記の公勇に対し、元領と文秀は、ヒップの言のみです。一戦にして生け取れますと答えており、まさにその通りとなった。 小説、三国支援儀においては、白馬の戦いで、曹操軍の創建、義続くを撃ち取り、徐行を撃退する。それに老媒した曹操が関羽を繰り出すと、関羽は、両夫の遺品であった、石飛ばを買って突入し、元領を反撃の間もなく撃ち取っている。家政本の中では、勘吾は、当時炎章軍の格章だった劉備から、関羽の任相風体を聞かされており、 もしであったなら、すぐに、劉備の下に来るように伝えてほしいと頼まれている。このため、関羽と距離が近づいても、話しかけようとするのみで応戦しようとしなかったため、切り捨てられたことにされてしまっている。また、文集と、兄弟同然の親友であり、義兄弟のちぎりを結んだという設定になっている。寝代の怪奇小説集である、越美騒動筆記には、 元料を祀った祠で三国劇を講演すると、たたられるという話が記録されている。また、中国全土にある官邸病も、同地では、元料のたたりを恐れ混流されていないのだと、言われている。隋の元の水が、元家君にて元界を素に持ち、元料を同族と述べている。それが正しい場合は、元料は、牢屋軍林義権の人ということになる。ありがとうございます。